スマックランドのオープン記念企画となります。春を彩るハンギングバスケット教室開催いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ハンギングバスケットに興味がある方ですとか、最近始めたんだけどよくわからないですとか、そういった方にですね、先生が詳しくいろいろと教えてくださいます。では先生のご紹介をいたします。英国王立園芸協会日本支部認定ハンギングバスケットマスター山崎俊之さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。先ほど、ご紹介に預かりました、英国王立園芸協会日本支部に行ってハンギングバスケットマスターの山崎と申します。よろしくお願いします。今日1時から3時まで2時間という短い間なんですけれども、ハンギングバスケット、こういうものなんですけれども、これを皆さんと一緒に作っていきたいと思います。今日コマッコランドさんの方からですね、ビギナーの方対象にした教室をということでしたので、難しい用語テクニックは一切なしにして、皆さんと楽しみながら、ハンギングバスケットを作っていきたいと思います。昨日まで の強い風も収まって、気温も15度ぐらいまで大変過ごしやすく、皆さんの心がけが良かったのかなと思います。桜前線も、東北まで、来て、今日の朝館長街通りも、満開とは言わなかったんですけれども、見頃、ゴールデンウィークぐらいには見頃になるのかなというぐらいに咲いていました。気温もね、暖かくてガーデニングするにはうってつけだと思います。ホームセンター の、ね、入り口のところにも春の花、初夏の花、ね、もう東北地方春を待ちわびたようにね、バッと出てきて、これからとってもいい季節です。題名にもあるように春を彩るハンギングバスケット教室、今日2時間、ね、経って3時ぐらい出来上がって、皆さん綺麗なハンギングバスケットを持って帰っていただきたいと思います。やっぱり女性が多いんですね。男性が一人ぐらいいるかなと今日は思ったんですけれども、私以外男性ないということで、十和田は美人の多い町なんですか？今日、皆さんちょっとこう見渡すと歴代のミス十和田の方々なのかなと、ちょっと思ってしまう。歴代のって言ってない、昔って言ってない、ちょっと緊張してしまいます。私緊張して手が震えて失敗してしまっても皆さんの美しさのせいだと思ってくださいうまいな。それで、会議には皆さんに負けないぐらい美しいハンギングバスケットを作っていって、持って育てていただきたいと思います先ほども言いましたように、ビギナー対象にしてますので、この中にちょっと格好からしてもう園芸ガーデナー長いよっていう感じの方もいらっしゃるんですけれども、噛み砕いて説明していきますので、ちょっと退屈な部分もあるかもしれませんが、ご了承ください。